広島の漢字を入れて、自分たちが伝える一緒にやるってことね。お笑いを。デイビッドとアンドロのお笑いちょっと見せようかなと思ってました。パフォーマンス、ネタをやるわけだね。ネタ見せだな。そうですね。じゃあ、はいはい、とりあえず、たちまち狂言から始まります。いや見てらんねえよ。おい、日本はね、よくそういうカタカナ英語たくさんあるからさ。そうですね。外国人によると結構分かりにくい。うちのね、デイビッドは日本語がそこそこ頑張ってるけど、カタカナ英語が苦手よね。そうね、まだ分からない。僕がね、こういうカタカナ英語の言葉を言ったら、デイビッドがどういう意味かちょっと当ててみる。いいのかい？当ててみます。頑張ろう。頑張ります。Hey、 という言葉、うん、ベイビーカーどういう意味ですか？赤ちゃんの車か。赤ちゃんの車ばかりはないよ。それ英語です。ストローラー。ストローラー。そうですか。本当に？ベイビーカーは赤ちゃんが運転してる車ではないじゃん。はい。冗談か。本当に？デイビッド、本当にこれ分かるのか。嘘くない？ OK。 に、に、マザーコン。マザーコンピューター。マザーコンピューターではないじゃん。それ分からない。お母さんが大好きな人。ママ、ママ、マザーコンプレックス。その意味。そういう意味だろう。ありますか？いや、話しかけてこのルール。ちょっと二人の今、二人が今。すみません。パフォーマンスやってる。そうそうそう。はい、デイビッド、ハイテンション。ストレスが多いの意味。ストレスが多いじゃないよ。なハイテンションがもう盛り上がってる。もうエキサイティング。あ、ハイテンション。オッケー。はい、ヘルスメーター。あの人怖い。ヘルスメーター。ヘルスメーター。野菜の店ですか？野菜の店。それ体重計。体重計。ウェイトチェック。ウェイトチェック。ウェイト。ああ、はいはい。マジックテープ。ああ、分かった。これは分かりやすい。あの、ブラジリアンワックス。いや違う違う違う、そういうそういうことじゃないよ。そういうことじゃない。マジックテープ。マジックテープ、ベルクロね。この靴がマジックテープで。ああ、そういうことで。はいはい。やっぱり勉強になりました。ありがとうございます。カタカナ英語は難しいよね。分かりにくい。和製英語。それでは、いやもう言うことないですよ。言うことない。いや、ちょ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 、でもでも間違いだったよ。これから頑張りたいけ。なんか教えてよ。一個も直すとこない。入りと終わりだけをしっかりすれば、はい、今のは十分漫才なので。確かにそうだ。入りだけはどうもよろしくお願いしますから始まって、テレビでよく見るね。デイビッドにいい加減にしろ、どうもありがとうございました。いい加減しろ、どうもありがとうございました。この2つ、入りと最後がしっかりすれば完全に漫才。漫才。ベイビーカー、マザーコーン、ハイテンション。I'll say the word and then you tell me what you think it means. Baby car. Baby car. Baby car. Yeah. What's that mean? What do you think this means? It's just a... それはね。It's like when you put the baby and you push it. Ah, okay. Ping pong. Okay. 合ってんじゃん。合ってる。合ってる。ping pong. Let's go with blind touch. Blind touch. It's a word writing in for blind people. Ah, tenji, tenji. Ah, なるほどね。Blind touch. That's what I do with my wife at night. Oh my gosh. おさんと自白していいのか。おさんと一緒に夜の遊びです。Right. Health meter. Health meter. Health meter.Thermometer? Oh, また温度計。温度計って思う。ハイテンション。ハイテンション。
いや、わかるでしょ。お電気、電気の粒が出る。あー、なるほど。ハイテンション。ハイテンション。感電だ。感電だ。感電しちゃった。意味は意味は日本語で。ウォーウェイオブモラーモラーエキサイティング。ハイテンションハイテンションです。僕らは。わかりにくかったわ。ブラインドタッチは、うん、あブラインドタッチがね全く伝わらないね、でもあれはやっぱ展示説が多かったですね。どの言語でも、うん、多分そういうところはあるから、うんうん、まあ勉強して、そうね、私たちはもっともっと日本語うまくなったらいいのにねあ、すみません、ちょっと自分の悩みが出ちゃう自分の悩み出ちゃった広島弁講座を始めようか。いかにゃいけんじゃろう。標準語では行かないといけないでしょ。英語では I must go。 もう一回言いましょう。いかにゃいけんじゃろう。いかにゃん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 じゃろう。猫かい。